恋愛の話？人に対しても可能性ごと愛したい。可能性ごと愛する？幸せになる可能性も不幸になる可能性もそれも含めて丸ごと全部をきっと幸せの可能性の数だけ不幸の可能性があって、僕らは生きている限りそれを順繰りに巡っているんだと思う。うん。例えば世界に100の君がいて100の僕がいたとして、その100の僕はきっと100の君を愛している。たとえ不幸でも幸せでも、それぞれの世界でそれぞれの僕がカズネのことを愛してる。カズネ、僕は私も全てのあなたを愛してる。野良犬から助けてくれたあなたも、そうじゃないあなたも。え、何のこと？何でもない。泡が沈んでる。面白いでしょ。ビールの粘性が滞留している泡の浮力を上回ってグラスに沿って流れ落ちるの。ギネスカスケードっていうのよ。ビールの粘性？泡？ん？粘性、居室粘性という概念。暦？浮力、居室密度、 IP の書き換え、固定化。世界は最初、水の底で生まれた一つの泡だった。あ、そうか。世界は居室の海に浮かぶマクロの泡で、その中にいる俺たちはミクロの泡。この基本概念に立ち戻って考える。まず IP カプセルの機能を拡張して対象の居室量を圧縮する。次に IP ロックの機能を拡張して対象の居室を固定。周りの居室空間の IP を書き換えて渦を作り、下降流を発生させれば。質量の小さくなった居室の浮力は空間の居室粘性を下回り、居室の海を沈み始める。分岐点まで沈んだ居室は高い干渉性によって分岐前の居室と融合し、浮力を取り戻す。タイムシフトはできる。しおりは救える。よし、よし。